21プレゼンツ伊原六花と部活ダンス。伊原六花です。 TBS ラジオセンチュリー21プレゼンツ伊原六花と部活ダンス、今週もよろしくお願いします。この部活ダンスは私伊原六花が部活を頑張るすべての人を応援する応援団の団長として、様々な部活動を取り上げたり、部活に悩める人の相談に乗ったり、部活を頑張る人の背中を押していこうって番組です。今週の部活ダンスはあの人も部活人、熱い部活時代を過ごしていた部活人を招いて、どのように部活動に取り組んでいたか、部活動で得たものが今にどう生きているのかお伺いします。今日のゲストは先週に引き続きお笑いトリオパンサーの尾形貴弘さんです。サッカー一筋、高校時代は名門仙台育英高校で全国大会ベスト16入り、大学にもスポーツ推薦で入学されています。先週もあのゲストで来てくださって、すごい面白い話から結構熱い真剣な話までたくさん聞けてすごく楽しかったです。今週は尾形さんのお仕事やこれからについてもお伺いしたいと思います。それでは TBS ラジオキーステーションにお送りする伊原六花と部活ダンス、部活動開始です。センチュリー21プレゼンツ伊原六花と部活ダンス、この番組はセンチュリー21の提供でお送りします。センチュリー21プレゼンツ伊原六花と部活ダンス、改めましてよろしくお願いします。伊原六花です。あの人も部活人、それでは早速先週に引き続きこの方と一緒にお送りしていきます。高校時代はサッカーに青春を捧げた、お笑い芸人のパンサー尾形貴弘さんです。よろしくお願いします。サッカーどうもお願いします。よろしくお願いします、はい、先週もありがとうございました。いや嬉しい、楽しかった、ありがとうございます、うん、では改めてパンサー尾形さんのプロフィールをご紹介します。はい、パンサー尾形さんは1977年、宮城県生まれ。大学卒業後一度は就職するものの、吉本のお笑い養成所 NSC 東京校に入学し、お笑い芸人の道へ。2008年に菅さん、向井さんと共にトリオパンサーを結成。トリオとしてはもちろん、お一人でも数多くのバラエティ番組で活躍。多い時には月に1回のペースでドッキリを仕掛けられるドッキリ芸人としても一世を風靡されます。そんな尾形さん、実は学生時代はサッカー一筋、仙台育英高校サッカー部で全国ベスト16に進出。その後中央大学にもスポーツ推薦で入学し、サッカーを続けられた尾形さんに部活に青春を捧げた時代について熱く語っていただきます。はい、今回はそのサッカー部時代の経験が今のパンサー尾形さんにどう生きてるのかを中心にお伺いしたいと思います。うん、はい、そもそも尾形さんが芸人さんになろうと思ったきっかけは何だったんですか？きっかけですか？はい、まあ、もともとお笑いはめっちゃ好きで、その小さい頃から。あ、そうなんです。好きだったのよ、うんうん、でもやろうなんて一言も思ってなくて、うん、もうサッカーはプロになると思ってたから、絶対に。あ、なりたいって気持ちは思ってて、ずっと思ってたから、うん、それは諦めたじゃないですけど、うん、それをプロじゃなくて芸人さんに目指そうと思った、こう変わったきっかけとかってあるんですか？やっぱね、本当に大学の時、本当にプライドだけは高いじゃん。自分がやってきた実績があるから。そうですよね、高校時代も。だから全部監督のせいとか人のせいにして、うん、まあ、監督が出さねえからもういいよやめるわとか、うん、もう練習なんてやってらんねえとか、そっから真面目にサッカー練習に出るのももう恥ずかしくなってるわけよ、うん、なるほど、わかる？もう空いちゃってるから、はい、うんうん、そうです。本当はやりたいな、サッカーもう一回、うん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 、だけどさ、ほんとちっちゃい世界で生きてるからさ、うん、やっぱりそいつらの目とかさ、うん、今更さらさとかさ、ね、あるじゃない、あの頃って。多分まだわかんないか、まだ卒業したばっかだからわかんないと思うけど、うん、それでサッカーから遠ざかって、うん、なるほど。でもやっぱ諦めきれなくて就職した先でサッカーやってて、うん、あ、そうなんですね。そうだけどやっぱりそこレベルも低いし、うん、もうここでやっててもしょうがねえなと思って、サッカーはもう無理だって諦めたら、そこで、でそれでお笑い芸人になろうっつって、うんうんうん、もうすぐ東京出てきて、またあの NSC 入ったな。なるほど。そうそう。あ、そうなんだ。その時なんか不安とかなかったんですか？一回こう就職されて、そこから全くないね。あ、もうやるって決めたから。不安とかはもう全くないから。あ、そうなんですね。それはでももういいですよね。誰も期待してないがこうやっぱりあるから。そうか、お父さんの。そう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 。だからもう何も。もう尾形さんといえばあのサンキューの
ギャグが結構イメージ強いんですけど、うん、はい、それはないつから。これサンキューっていうのはもうサッカー用語だからね。あ、そうなんですね。そう、いいプレーしたらサンキューって言い合うのよ。あ、お互い。そう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 。だからみんなサンキューは言ってるからね、あれ。うん。日本代表にしても。じゃあもうギャグで考えたっていうよりかは、そう。そのまま。そう。使ってたのがギャグになっちゃった。そう、ギャグになったの。だからなんか、うん、受けたらサンキューとか、そういうのやってたの。うん、あー、なるほど。だから全然その、だメンタルもそうじゃん。そうですよね。じゃあメンタル行こうや、みんなでメンタルだとかって。フィジカルとかもそうだしさ、うん、なかったっすよダンスのさ。あー、でも一本なんか一本頑張ろうとか、そうそう、ラスト一本行こうとか、ここを頑張ってとかいう声かけはダンスしながらとかはあったでしょ。やっぱその声って大事だもんね。グッとこう縛るというか、うん、しかもなんかみんなしんどいんだっていうのが分かるから、そう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 、自分だけじゃないっていうのは確かにそうなのよ、あるかもしれない。だからギャグじゃないんだよ俺も。だからこれは本当にね、いいプレーしたらのサンキューが今こう、うんうん、でもサンキューっていうことで、こうちなみになんですけど、うん、今サンキューって伝えたい人とかで言いますか、やっと感謝の気持ちとか。母ちゃんかなやっぱり、うん、だって俺中学でね、うん、俺最初の中学校は弱くて、うん、で選抜、宮城選抜の監督が引っ張ってくれて、うん、うちの中学校でやれと、うんうんうん、ででもやっぱ住所も移さなきゃ転校できないのよ。あ、そっか。やっぱり中学校って、はい、通いはできないから、うんうん、だから一人暮らしで借りて、でそこで一人で毎日朝起きて、うん、で母ちゃん毎日飯だけ作りに来んだよ、夜と朝。母ちゃんがいたからさ、うん、本当にサッカーも続けてこれたし、うん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 、だから母ちゃん、あとまあ、嫁さんもだね、うんうん、嫁さんもやっぱ俺チビ生まれたから、あの、あ、そうですね、娘が、ありがとうございます。そうだから嫁さんは本当に愛ちゃん、愛ちゃん、はい、って言うんですね。そう、愛ちゃんさん、愛ちゃんさん、愛さん、そう、愛ちゃん、愛さんが、そう、俺ね、うんうん、あの結婚したのが、はい、で俺プロポーズしたのが、うん、39歳の俺が、はい、3月9日、39の日、ね、あ、すごい、に、俺プロポーズしたのよ。うんうんうん、ね。で、なんと、娘が生まれたのが、3月6日なのよ。はい、ああ、惜しいのよ、だから。あと3日ですね。ほんと、頭押さえてもう無理だったのよ。ちょっと押さえたのよ、俺。出てきた、スポーンと。なるほど、なるほど。そうそうそう。でも近いですもんね。近いのよ、惜しいのよ。なんか、縁じゃないですけど、感じますね。そうそうそう。そう、運命的なものを。うんうん、うん。まあ、いろいろ本当に家族のお話だったりとか、はい、今に生きてるお話とか、たくさん聞かせていただいたんですけど、うん、先週と今週と、あの、本当にためになる話と面白い話。ためになった？本当に。なりました。その一つもためになる話してないと思うけど。本当に、あの、お父さんの話だったりとかも。父ちゃんの話ね。絶対リスナーさんも頑張ろうって思えたと思うし。本当に思ってくれたらいいけどな。いや、本当にありがとうございます。いえいえいえ。すっごい楽しかったですし、尾形さんに引っ張られて、私もちょっと大きい声になっちゃって。そう、大きいよね。これね、いいよ。そんぐらいのもんが。やっぱり大会系なんだから。いや、はい。ちょっとこれから大きい声でいきたいと思います。うん、ありがとうございました、うん。今週のゲスト、お笑い芸人のパンサー尾形貴弘さんでした。ありがとうございました。サンキューバイバーイありがとうございます。チャレンジセンチュリー21ガール。この企画は、私、初代センチュリー21ガールの伊原立花が、立派な不動産営業になるために、様々なことにチャレンジし、スキルを高めていこうという企画です。さて、今回のチャレンジは、社会人への一歩、自己チャレンジ。今回は、日頃から自分で心がけていることを言ってみてください、とのことです。まず第一に、笑顔ですかね。笑う角には福来たるって言いますし、はっはっはっはは。辛い時には、石の上にも3年と言いますから、その倍返しで絶対に6年は頑張り通します。よし、やるぞ！褒められた時は、いや、またまた何も出ませんよとか言って、ちょっともじもじして照れちゃいますかね。嬉しい時は、ああ、嬉しいって言っちゃいます。ご機嫌な時は、ふん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 って、作詞作曲自分で鼻歌を口ずさんじゃいます。ということで、時にはじっと我慢、
そして笑顔で和やかに社会人としての一歩を頑張ろうと思っている私、伊原立花でした。初めての一歩を踏み出す人を応援します。センチュリー21。センチュリー21プレゼンツ、伊原立花と部活ラオス。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているセンチュリー21プレゼンツ、伊原立花と部活ダンス。ここでリスナーのみんなが送ってくれたメールを紹介します。ラジオネーム大阪一のファンさん。私は中学時代はサッカー部でしたが、公式戦練習試合を含め3年間一度も勝ったことがないという弱小クラブでした。なので高校時代は挫折して部活動を辞めてしまいました。だからでしょうか、富岡高校の活躍を見ていると我がことのように嬉しく応援してました。立花さん、これからも応援してますよ。頑張ってください。同じ大阪出身の方からのメール、すごく嬉しいです。ありがとうございます。でも3年間一度も勝ったことがないって書いてるんですけど、でももう3年間諦めずに、ずっとやめずに続けていたっていうのは本当にすごい素敵なことだし、すごくそれが一番難しいことだと思うので、なんかすごく素敵だなって思って、それを経験してからこそ私たちの部活動をすごく応援してくださってたのがすごく嬉しいです。これからも頑張ります。ありがとうございます。ここでお知らせです。 TBS ラジオのスペシャルインタビューや番組情報が掲載されているフリーマガジン TBS ラジオプレス8、9月号の表紙は私、伊原立花です。やったー。この部活ダンスの特集ということで、この番組についてのインタビューが収録されています。荒川京慶さん、石野卓球さんスペシャル対談とのダブル表紙になっている TBS ラジオプレスは、関東の駅やお店、大学で配布しているほか、郵送代のご負担でお手元までお送りしています。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。ぜひ私が表紙の TBS ラジオプレス手に取ってみてください。さて、この番組では部活を頑張っているそこのあなたからのメールを待っています。女子マネージャーってこんなに大変なんですよとか、剣道部なんですけど夏は暑くて地獄なんです、聞いてくださいとか、部活に関することはもちろん私への質問など何でも OK です。メールアドレスはりっか @tbs.co.jp、 りっか @tbs.co.jp。立花の綴りは RIKKA です。メッセージにはお名前またはラジオネームをぜひお願いします。そしてこの部活ダンスはスマホパソコンではラジコでお聞きいただけます。インターネットやスマホのアプリでラジコと検索してください。ラジコのタイムフリー機能を使えば過去1週間の番組を遡って聞くことができます。ぜひラジコで部活ダンスを聞いてね。ということで今週の応援団活動はここまで。皆さん、明日からも部活動頑張ってね。良い一週間が過ごせますように応援しています。この時間のお相手は伊原立花でした。また来週。センチュリー21プレゼンツ、伊原立花と部活ダンス。この番組はセンチュリー21の提供でお送りしました。